ナンバーダム。これ、まあ国村を目指していけば405、29じゃなくて405なんだよね。ね、二足。ね、ABS はカットできませんでした。なのでオートバイを寝かせるしかないんだね。寝かせるしかないっていうのは結構不安定なもんだよね。ね、寝かせる。寝かせると一応ロックしてくれるんだね。で、今みたいに寝かしきれないと全然止まらないね。いやー、もう ABS の切り方が全然わからない。困ったもんです。やばいです。 ABS の切り方がわからない。で、こう止まろうとすると ABS が効いちゃうんだな。すごいお尻振るね。やっぱりね、アフリカツインはね。で、これで、あれですね、シールド閉めました。高いギアに入れて、スピードを出すっていうことはなしにして、でゆっくり走ります。ね、200m ダンプカー入り口。それで道が整備されてるのかな。ダンプカーの入り口があるからこれかな。タイヤはですね、指定空気圧、フロントが 2.25kg で、リアが 2.5kg、ね、という状況です。あー、やべー、売ってるね。売ってますね。ここになんかあるんだね。砂利っていうか石がね。ちょっと疲れたかな。ああいう動きはちょっと疲れたかな。
タイヤがかわいそうで下りはね、やだね、面白くないね。休憩した方がいいね。お、工事車両。ああ、もう汚れる。汚れた。汚れちゃった。洗車したのに。